吹き替えで喜んだんですけども、まさかこんな大きい作品というか、アラジンって、まあ、誰もが知ってるアラジンですからね、それのジャファーで、おーっと、まあでも嬉しいのが一番でしたね。やっぱりどうしてもそのアニメのジャファーのイメージしかないので、もちろんもう一回何度か見直しましたけども、で、まあ、自分なりに、まあ、ジャファーのイメージというか、まあ、皆さんが思ってるのと同じぐらいなジャファーのイメージを持ってて、で、まあ、実際にその収録の前に、まあ、見せていただいた時にすごく若くなってて、声も結構高めで、イメージがとにかくすごく違ったので、おっとと僕は吹き替えをするという、そういう仕事の中ではやっぱりこの自分を出すとかっていうよりも、その新しいジャファー像というか、彼が演じてるジャファー、その感情に声を乗っけるという仕事なので、自分をどういうふうに見せるかというよりも、その芝居に合わせた、まあ、声での演技になるんですけども、それをすることがまあ仕事かなと。アニメのジャファーの方が悪ですねに思いますね。超越してるような気がして、もう少しずっとこいつはこうやって生きてきてっていう、なんかやっぱりその人間の年輪じゃないですけども、やっぱり年の功じゃないですけども、やっぱり若いなりのストレートな感情っていうのが今回怒った時に、本当に悪いやつって怒ってる時に顔に出さなかったりできるっていう感じじゃなくて、感情が素直に結構出るジャファーかなとは思ってたりしたので、まあそこは若さであったり、それは多分世の中全てそういうもんじゃないですか。若いっていうのは感情をコントロールがしにくいっていうか、そんな悪というか、どれぐらいの悪というよりも、もう素直とだなとは思いましたけどね。普通に欲があって、普通に、まあ、なんか一癖二癖あるわけではなくっていう、癖のないジャファー像かなとは思います。最初のシーンでいきなりもう怒ってたりするんですけども、まあ言葉が入らないというか、合わないというか、英語と日本語がまず違うじゃないですか。まあもちろんそれに合わせて作ってたりもするんですけども、まあ日本語で言ってもこういう言い方、ここを立てたいなとは思ったりするけど、それでは間に合わないとか入らないとかっていう、まあその吹き替えならではの難しさとかはあったりしましたけど、でもだから最初1日目少し慣れてきたら、もう大体コツが分かってきて、2日目っていうか、もうあとはスムーズに結構、自分のとこだけ見てたんですけど、ちょっとジーニーのとこ見たかったので関係ないけど、ちょっと繰り返して見てました。すごいなと思って、映像がこれはどうやってるんだろうと思って、本当にすごい思いました。僕も本当にアニメーション、これを映像化するのは難しいんじゃないかって思ってたんですけども、まあ想像を10倍100倍1000倍ぐらい超えるぐらいに、今の映像技術はすごいな、しかしそれをまとめる監督もすごいと思いますし、本当にまあアニメーションよりもこっちの方が面白いんじゃないかなと僕は思ってたりもします。今までアニメーションでアラジンを見た方、舞台で見た方、まだ見てない方、ぜひ吹き替え版でね、見ていただければいいなと思います。あとジャファーがいい、そこです。ジーニーもいいんですけど、ジャファーもいいですから、そこをお願いします。よろしくお願いします。そして今作もゆかとね、もう草薙のやっぱりこの友情にしびれました草薙俊平役です。そして大阪ご出身でございます北村和さんです。お帰りなさいませ。皆さんこんにちは。戻ってまいりました。そうですね、ただいまどうですか、やっぱここの大阪に今北村さんがいるっていうのはどういう気分でしょうか。いや、すごくなんか久しぶりなんですよ、大阪。すごくいいですね、やっぱり大阪。ねえ。やっぱりこの大阪のこの地にいると、大阪のスイッチは北村さん入る感じでしょうか、どうでしょうか。大阪のスイッチが入ったり、言葉としても。聞いてなかった。聞いてなかったですか。大阪にいるとですね、やっぱりこう大阪の気持ちになったり、スイッチが入るもんでしょうか、どうでしょうか。そうですね、はい。はい、大阪でもここしょっちゅう僕いましたからね。あ、そうなんですね、はい、ではここら辺もよく知ってる場所だというふうに思います、はい、まあでも北村さんさっきおっしゃってたように、ここら辺がよく知ってる場所で、はい、こういうところでこうご自身が出てる、それも本当に長く関わってる映画が
こういった大きなイベントができるっていうのは特別なことじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。いや本当そうですよね。あのなんでここに立ってんだろうと今道頓堀の真ん中になんか変な気分ですけども、はい、まあでもこの作品もそうですけど、あの東野先生自体ももう大阪関西の方ですし、はい、まあ、ある意味このガリレオシリーズの故郷っていうのは大阪といっても過言じゃないかなと思うんですけど、そうですよね。あ、なんかね、そうです、東野先生海の親が大阪ですから、そうですよね、はい、東野先生と会ったら結構いつも関西弁で喋られるんですね。そうですね、2人ともあの天王寺の近くの方なんで、はい、ね、そうですね、この辺りの、まあ、もうちょっと南の方に下ったところだということです、はい、大家好、我是北村一飛、我愛台北、台湾、我愛你你也你也爱我本当にあの台湾であの基地から空港で出迎えていただいたり、結構いろんな人に声かけられたり、日本で日本のドラマがこっち側でやってたり映画がやってたりってことはあまり知らなかったのでちょっとびっくりしてますが、あの報道にちょっと勇気をいただいて、これからも、頑張った仕事をやっていきたいと思いますし、この猫侍、また皆さんに楽しんでいただければいいなと思います、本当にこれからも今までも本当になんだろう、まあ頑張ってますけどもちょっともっと頑張って台湾でも仕事ができるように頑張りたいかなと思ってます応援お願いします。7月31日から猫侍公開します、皆さんぜひ楽しみに見てください。よろしく。特報たまらじょ、しゃくれてる。猫侍南の島へ行く9月5日。